1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。イン1番のノアイ、そして3コース3番勝木あたりがいいスタートで1マークへと向かっていきます。1番ノアイの陰線です。3番の勝木がまくり出してきまして、内側からは2番岡の差しです。バックストレッチに入ってきまして、1番のノアイ、そして2番岡、この2人の先頭争いに3番の勝木が食い下がってきます。スロー3選手に対しまして、6番の高橋が4番手からまくり出しハンドルで迫っていきます。なおスタートは前提正常でした。2マーク内側、6番の高橋がくるっと回ってきましたけれども、外側がとっ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 と振り込んでしまったのは2番の岡交代、さらには1番のノアイもちょっとエンスト状況になりました。前の体勢6番5番4番と一気に変わりまして、レースは2周回目に入ります。6番の高橋がトップで2周1マーククリアしていきます。2番手内側4番三好の付けを5番の西山が外からかわしていきます。3番手4番三好です。前の体勢6番5番4番です。その後ろに定身差、2番の岡が4番手、離れて3番の勝木、ラスト1番の野合、構想を再開していますけれども、ちょっとスピードが乗らない感じです。先頭6番の高橋、2周2マークをクリアしていきます。2番手4番三好がもう一度小さく回ったんですが、5番の西山が叩いていきました。4番の三好が3番手で体勢は変わらず、6番5番4番の体勢でレースは最終周回に入ります。4番手3停止され2番の岡、その後ろ離れて3番の勝木、そして2周目のバックストレッチに1番の野合が入っています。最終1マークを6番の高橋がトップで回ってきます。2番手4番三好が先前ですけれども、5番の西山が差し返していきました。5番の西山が2番手キープ、2停審査3番手に4番の三好、6番5番4番 2,3 番手の差2停審ほどで最終ターンマークへと入っていきます。6番高橋の頭ですと後輩等が並んでおります。その6番高橋先頭で最終ターンマークをクリアしていきます。2番手5番の西山、3番手4番三好に対して2番の岡合わせていったんですけれども、4番三好が3番手、まもなくゴールです。先頭は6番の高橋ゴールイン、2番手5番の西山、3番手4番三好ゴールイン、2番の岡、3番の勝木、ラスト1番の野合、最後のバックストレッチへと入って、ちょうどバック中間地点を通過したところです。ラスト構想し続けております1番の野合です。上位の入着体制は6番5番4番でした。6番手で最終ターンマークをクリアした1番の野合ですけれども、制限時間がどうやらやってきそうですが、1番の野合は時間切れ失格となりました。以上、一般戦第7レースでした。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。5コースから5番の庄司がいいタイミングでスタート決めてきました。その庄司が動いていきます。1マーク、その5番庄司、1番高田まで叩いていきます。おっとっとっと、1番高田がターンマークを指してしまいました。転覆状況です。バックスエッジに入ってきまして、5番庄司のまくりが決まっています。2番手その庄司に続いた6番の池上、3番手が2番の柏野と、内側には3番の岩永、なおスタートは前提正常でした。そして1番の高田は転覆失格となっています。5レースの予選競争は1番2番3番4番5番6番です。予選競争第5レーススタートしました。3号艇が少し遅れ気味のスリット体型、角から4号艇中村森重が締めてまくりに行く。ごちゃごちゃっとしましたが、まくりに行った4号艇中村、1号艇ブロック、服部幸男がまくり出す。後方では一定アクシデントが発生していまして、内懐には2番6番が切り込んでバックへ入っています。スタートは前提正常でした。先頭が1号艇奥平、2番手5号艇の服部幸男、3番手は6番2番4番と横一線状態で2マークの旋回になります。先頭でスタンドガイド奥平がクリアしていく。2番手が服部幸男、内側には4号艇の中村、外に行った6号艇の伊藤裕二とホームへ折り返しています。先頭が奥平、2番手服部です。お知らせいたします。3号艇武田正則が失格となりました。インコースから1番2番3番5番6番ダッシュが4番です。予選特選12レーススタートしました。池上裕二、これは出たかもしれない。先に回りたい3号艇池上でしたが、2号艇これに抵抗する5番6番4番がズボズボズボの展開でバックへ入っていきました。お知らせいたします。3号艇の池上裕二、フライング変換欠場です。3番に関する投票権が全て変換になります。1番2番3番5番6番ダッシュ4番です。スタートしました。4号艇の川田、好スタートを切りました。インから1号艇の小池もいい差です。4号艇の川田がまくっていく。4号艇の川田がまくっていきました。その後ろ2号艇の勝又が続いて、1号艇の小池、内は3号艇の定金と続いています。4号艇の川田が5艇身6艇身のリードを取りました。
なお後方でアクシデントがあった模様です。スタートは正常でした。ホームストレッチに戻ってきて4号艇の川田が先頭、5艇身6艇身のリードを取っています。2番手は1号艇の小池に、外は2号艇の勝又となって2周1マークに入っています。4号艇の川田が先頭です。2番手1号艇の小池、3番手2号艇の勝又に内から3号艇の定金差を詰めますが、2号艇の勝又が3番手、4番、1番、2番です。なおお知らせいたします。5号艇の花本夏樹は不完走失格となっています。5号艇の花本は不完走のため失格となっています。1番、2番、4番ダッシュ、5番、6番、3番です。スタートしました。1号艇の定金いいスタートを切りました。2号艇の木村もいいスタートです。1周1マーク、インから伸びる1号艇の定金にまくる4号艇の佐々木、内から刺すのは2号艇の木村、最内3号艇の鈴木が続き、最内は5号艇の鈴谷が続きます。逃げた1号艇の定金に内から2号艇の木村が差を詰めて、トップ争い激しくなりそうです。3番手争いも混戦、外から4号艇、5号艇、6号艇となってスタートは正常でした。1周2マーク、2号艇の木村に1号艇の定金握っていく、内から差を詰めようとするのは6号艇の萩原ですが、と後方でアクシデントがあった模様です。2号艇の木村が先頭です。2番手1号艇の定金、2番手3番手は5号艇の鈴谷となって2番、1番、5番です。なおここでお知らせいたします。6号艇の萩原は妨害のため失格となっています。なお4号艇の佐々木は転覆のため失格となっています。1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。第12レース優勝戦スタートしました。まずインカ1番の久田、4角から4番の内堀、内堀がまくってくる。さあまくって4番の内堀が先頭で折り返すか。1周の1枠の攻防、まくった4番の内堀がここで先頭を立ちました。2番手には5番の福来が来る。4番、5番、その他は2番、1番、3番、ここが3番手の焦点か。6番の和合が最高峰の6番手、早くも4番、5番、4番の内堀、5番福来が抜け出しております。スタートは正常、第1ターンマーク、4番内堀から、そして5番の福来へ。注目3番打席は今2番の吉田が少しリードを取って、後ろ1番、3番、1番の久田、3番の村田が4番手争い、並走状態か。まだしかしここは2番に1番、3番もまた絡んでくるのが三つ覚えの3番手争いとなるか。4番、5番で折り返しました。ちょっとここでアクシデントです。上2艇は4番、5番ですが、2周の1マークで今3艇が絡むアクシデントがありました。1番の久田がここで戦列帰化、4番、5番、3番手、6番、アクシデントがありました。上2艇が4番、5番です。なおこのジュニアス、まず妨害失格がありました。1号艇の久田選手が妨害失格となっています。そして2号艇、3号艇、2番吉田選手、3番の村田選手がこちらは転覆失格となっております。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまでは残り3秒。スタートしました。トップタイミングは3コース、3号艇の白石です。1周の1マークで入りますが、先頭を取るのは1号艇の富永、2号艇が握っていきました小野優作、内側からは4号艇、5号艇となってバックへ入っていきますが、先頭は1号艇か2号艇か、こらえる1号艇富永にまくった2号艇の2艇の内からはスルスルと4号艇の西川が迫ってくる。スタートは正常でした。さして届くか4号艇西川、1号艇の富永はスッと引いた、2艇の外行った2号艇の小野、方面かよーアクシデント、2号艇は落水あるいは転覆でしょうか。お知らせいたします。2号艇の小野優作が失格。2号艇小野優作1周2マークで残念ながらアクシデント失格ということになっています。1番、3番、4番、2番、5番、6番、1秒前スタートしました。サンライズクロス戦の第3レース早いスタートあります。フライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ最後まで大切にお持ちください。この第3レースフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ最後まで大切にお持ちください。お知らせをいたします。6号艇の樋口義彦、フライングのため返還欠場、6番に関する投票券発売額と同額で返還となります。どうぞお手持ちの投票券は最後まで大切にお持ちください。
水面上は第8レース予選競争が開始されました。このレースは4号艇で出場を予定していました加藤優太、全レース負傷のため欠場となっています。インコースから1番2番3番4番5番6番です。予選特賞の10レーススタートしました。ここもほぼ差がなく6選手が飛び出していきました。1号艇渡辺英二が先に待って、2号艇富山差していく、3号艇伊藤裕二が握っていって、5号艇まくり出し奥平拓也、内懐へ4番6番角山中村バックに入っていきますが、先頭は踏ん張って1号艇渡辺英二、内側からスッと5番と2番がやってくる中でも2号艇の富山が渡辺英二に迫ってきますが、1マーク先に待った渡辺英二がここは抑えて2マークも先に回る展開。富山が外を待っていこうとしますが、おっと4号艇がスピンしまして、おっと3号艇ギリギリのところを打ちすり抜けていきました。5号艇は完全に右へと避けまして大きく後退です。今4号艇は止まっている状況ですが、復帰できるかどうか。今号艇が2周目に入っていったところです。先頭が渡辺英二、2番手が富山、そして3番手が3号艇伊藤裕二。現在体型が1番2番3番後方2艇が6番5番と続いています。今4号艇が後走に少し復帰する形でエンジンが再度かかったんですが、まもなく周回遅れにされてしまいます。先頭は渡辺英二です。今2周2マークからホームストレッチへ帰ってきまして、4号艇は今周回遅れにされました。2番手が2号艇の富山、3番手3号艇の伊藤裕二です。お知らせいたします。4号艇の角浜治が失格となりました。1番2番3番ダッシュが4番5番6番です。スタートしました。カードから4号艇古田、インから1号艇石塚踏み込んだスタート、逃げ返せば1号艇石塚、3号艇川田がマクイザスか、切り込んでくる4号艇古田、あっとちょっとターンマークに乗り込んで、その間から2号艇の西田、外から5号艇五反田が続く、逃げる1号艇石塚、へさきをかけようというのは3号艇川田が接戦、そして4号艇古田は遅れてしまっています。スタートは正常でした。2マーク3号艇川田が先制、切り込んでくるんですが、1号艇石塚2番手、3番手から2号艇西橋が続くか、内を絞っていく3号艇川田、1号艇石塚が食らいつきます。なおお知らせいたしますが、このレースは4号艇古田がアクセント失格となっています。予選最終日の2ボートレース場、競争水面上は第8レースを迎えます。なおこのレースは6号艇で登場予定でした古田祐樹選手が前半レースの負傷のため欠場となっています。1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。わずかにインコース2コース1号艇小野、2号艇板橋、6コースからは6号艇阿波克也が一気の攻め、4号艇がブロックするが、それでも攻める6号艇阿波、1号艇クルッと小野、刺した2号艇板橋バックストレッチ、わずかに陰線踏ん張る1号艇小野達也、2号艇板橋優が2番手、6コースから攻めた6号艇阿波が3番手、内から接近3号艇小野寺4番手、第5レーススタート正常です。1周2マークは1号艇小野達也、2号艇板橋優がその内行くか、握って回るくるっと3号艇小野寺、おっと後方アクシデントか、3番手は3号艇小野寺が浮上、目下のところ1番2番3番です。後方アクシデントがありました。目下のところ1番2番3番の体勢、レースは2周の1マークです。上位体系は1番2番3番です。なおお知らせいたします。4号艇佐々木和信妨害失格、6号艇阿波克也転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。さあ、それではセンター勢ゴースタートは3号艇の渡辺真奈美、4号艇倉田石郎1幕、3コースからまくる3号艇に4号艇倉田2段でいった、くるっと応戦できない1号艇の若さ、切り込んで6号艇の渡辺由美、突破せば3号艇6号艇並走、うち6号艇渡辺由美、あと5 3号艇渡辺真奈美、3番手で内を作って5号艇の福島一歩先行し一緒にコーナーの世界、さあとは絶対正常、トップ旋回6号艇の渡辺由美、3号艇渡辺真奈美は握り込んでいく、5号艇1号艇サッターする V 座し2号艇と危ない3号艇
艇にアクシデント発生となりました。先頭6号艇渡辺由美、2番手制は今度は2号艇、4号艇、5号艇、さて接戦はセンターから2号艇の竹野、3番手から追いかけて4号艇倉田、アウトコース5号艇島、最内から1号艇若狭がイン代わり、レースは西目の1コーラ、2番手丸は2号艇の竹野、くるっと1号艇若狭握った4号艇の倉田、切り込んで5号艇の福島です。先頭6号艇渡辺由美となっております。ここでお知らせいたします。6号手の渡辺由美は一瞬にマークにおきまして妨害のため失格、3号手の渡辺学美、こちらは一瞬にマーク転覆のため失格となっております。1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。4号艇長島がさあ一気に出してまくりに行こうかというところです。4号艇の長島雄一、そして5号艇の深山と、さらには6号艇のちょっと5号艇1号艇はアクシデント模様、2番3番と相次いで旋回です。なおスタートは前提正常でした。ここは5号艇1号艇両者アクシデントとなっています。1号艇宮武英二、5号艇深山雄二ともに転覆失格となっております。1号艇宮武英二、そして5号艇深山雄二はともに転覆失格です。ボートレース下関第6レース予選競争開始です。なお1号艇で出場予定でした深山雄二選手は前のレースで負傷のため欠場となっております。ボートレース下関第10レースの予選特勝競争開始です。なお4号艇で出場予定でした宮武英二選手は前のレースで負傷のため欠場となっております。1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。1コース1号艇松本、少しスリット後手ですがさあなんとか先に回る体勢は築くか、あとは引いての差しは2番まくり出して3番外に5番内から飛び込んで5番後方6番ですが、ここは5号艇権藤の最内差しが入っていきます。1号艇の松本を捉えた。3番手争いは2号艇松井に対して4号艇池田が外、内は6番後方3番、スタートは前提正常でした。5号艇の権藤が主導権を取る。そして2番手は1号艇の松本で、3番手の水は3号艇の渡辺が内から寄せが、ちょっと2号艇松井バランス崩してアクシデントです。2号艇松井はアクシデント、レースは2周目に入っています。2号艇の松井にアクシデントになっています。2周1マーク、2号艇松井健二は転覆のため失格、2号艇松井健二は転覆のため失格。1番2番4番3番6番5番スタートしました。サンライズ V 戦の第1レース、1号艇の新海渡るいいスタート、そのまま逃げ体勢は1号艇の新海渡る、差し込む体勢で2号艇の石木正明、外は4号艇宮崎龍太郎、押し切って1号艇新海トップ。スタートは前提正常でした。主導権を奪いました1号艇の新海渡る。さあその後ろは他5艇がもつれ合った激戦区、2マークの攻防、先頭は1号艇新海、激戦の2番手争いは握って回ってきた3号艇の田川大輝、後ろもつれてしまった。2番手は3号艇の田川大輝、そして3番手に4号艇宮崎龍太郎、その後ろはもつれ合った状態です。先頭は1号艇の新海渡るです。2番手が3号艇の田川大輝、3番手に4号艇の宮崎龍太郎が続いて、そして構想を再開させて大きく遅れて6号艇の崎俊人となっています。なおこのカードを5号艇の高木啓太妨害のため失格、5番が妨害のため失格、2番は転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました第10レース1号艇の河原、このスタートはどうでしょうか。さあ1周1マーク、まず1号艇の河原が回って3号艇の清水がまくる、2号艇の中澤が差し込んでいきました。向こう正面です。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。ただいまのスタートフライング艇があります。
お知らせいたします。1号艇の河原正明、フライングのため変換欠場となりました。1号艇の河原正明がフライングのため変換欠場です。従いまして1番に関する投票権は発売額と同額で変換いたします。どうぞお手持ちの投票権は大切にお持ちください。1番、4番、2番、3番、5番、6番です。スタートしました第12レース、センター勢2号艇、3号艇、このスタートはどうでしょうか。一周一幕、2号艇の杉田がまず回ってきまして、3号艇の加藤のまくり出しはどうでしょうか。ただいまのスタートですが、フライング艇があります。ただいまのスタートはフライング艇があります。3号艇の加藤正彦がフライングのため変換欠場となりました。3号艇の加藤正彦はフライングのため変換欠場です。従いまして3番に関する投票権は発売額と同額で変換いたします。どうぞお手持ちの投票権は大切にお持ちください。 123ダッシュが456です。11レースのスタートが切られています。3番の三浦が若干ですがトップタイミングか。まずは1マーク、2号艇伊藤誘うと4号艇村上続こうと3番三浦がまくろうとしますが、1番の深井があっさり押し切りました。スタートは前提正常でした。1番人気の深井を追いましては2号艇伊藤か、外には3番三浦圏内、そして2人のインサイド4番の村上とこの3艇2番争いです。4号艇村上が回る、2番の伊藤が握り込む、3番三浦が差し込もうとホーム側は2号艇の伊藤正義か、3号艇三浦祐希も届いていまして、この2人がラップしています。少し遅れて外から4番村上、後方は5号艇6号艇です。4番村上後ろからインサイドへ機敏に振っていきますが、2号艇の伊藤がこれを外から、そして3号艇の三浦も機敏に4番村上をかわしていきまして、2番手争い、優勝争い続行中です。先頭は1号艇深井がリードを取っていまして2周にマークに入っていきます。続く熾烈な2番手争いはインサイドを取った3番の三浦がまずターン、2番の伊藤ですが内を狙って差しをここは目論んでおりますが、3番の三浦祐希が一歩前に立ちました。あと1周という3番三浦、2番手ポジション作ったリードは2停止です。2号艇の伊藤はインサイドへつけています。先に回る2番手は3号艇三浦、小さく2番の伊藤はここで振り切られまして、最後のバックで3番三浦が大きくリードを築いています。後方ではアクシデントが発生しています。上位の体勢は1番3番2番です。先頭は1号艇深井、ファイナル1枠へ燃える競争トップ構想しています。続いて3号艇2号艇と最後の今ホーム側へと折り返してきています。さあ間もなくゴールの第11レースです。先頭から1番深井、3番三浦、2番伊藤で五輪、後方で6番が五輪です。なお先ほど絡み合いがありました2人ですが、4番村上と5番の小林がこのレースは失格となっています。以上第11レース準優勝戦の2つ目でした。インコースから4番、1番、2番、6番、3番、5番の体型です。一般戦第8レーススタートしました。3コースの2号艇の星野正彦トップタイミング、2コースがへこんだ、その星野が絞ってまくりに行く展開、4号艇残せるかどうか、6号艇の大場聡が外へと握って続く、3号艇も外へ行った、最内を5号艇の小森の棒でバックへ入っていきました。先頭争いですが、わずかに真ん中から2号艇星野、しかしインから踏ん張った4号艇の富山博之と外に構えている6号艇の大場聡、スタートは正常、抑えに行く2号艇、そのまま先に待っていく星野正彦、くるっと4号艇富山、2艇の内側へ大場聡の差しアンドルでホームへ、おっとオーバー、アクシデントになってしまいました。先頭が2号艇星野、2番手が4号艇富山、小森が3番手に上がりました。上位体系が2番、4番、5番、現在4番手が1号艇の中村森重で、最後方の3号艇の伊藤裕二が今2周目に入ったところです。先頭が2号艇星野正彦、2周目バックストレッチの中間点はすでに通過しまして、これから2周2マークの旋回をお知らせいたします。6号艇大場聡失格です。2マークの旋回からホームへ帰ってきました。先頭が2号艇の星野、なお5番手を走っている3号艇の伊藤裕二ですが、まもなく2周目のバックストレッチ中間点、かなり外側を走っているような状況です。
先頭は2号艇の星野、今3周1マークの旋回から最後のバックへ入りました。2番手が4号艇の富山で、3番手5号艇の小森、体型が2番4番5番、4番手が1号艇の中村森重で、今3号艇の伊藤裕二が2周2マークの旋回からホームへ帰ってきたところです。これから伊藤裕二がスリット前を通過して最終周回へと入ったところ、先頭はもうホームに帰ってきました。2号艇の星野正彦、星野が間もなくゴールに入ります。先頭2番の星野ゴールイン、2着4番富山で、3着5番の小森、4着が1番の中村です。そして3号艇の伊藤ですが、間もなく最終周回のバックストレッチの中間点を通過、制限時間までもう15秒ぐらいしかありません。このままだと完走は厳しいかもしれませんが、3号艇の伊藤が今最終コーナーの旋回に入っています。お知らせいたします。3号艇の伊藤裕二も失格です。このレースは6号艇の大場聡、3号艇の伊藤裕二、2艇が失格となりまして、完走は4艇です。伊藤沢、飯山、大久保、佐藤、加藤の戦いです。スタートしました。5号艇の佐藤明がトップタイミング、4号艇片柄、4号艇の大久保、ウクデメツ、3号艇の飯山、1号艇この間入党、2号艇の小沢学ぶ冷静に引いて、3号艇5号艇スボンとくる佐藤明が突き抜けまであるか。佐藤明が1号艇のウトまで捉えてきています。序盤戦から密かに伸び方高気配で待った5号艇の佐藤明、前提スターター正常、5号艇の佐藤がトップで回る、1号艇のウト、6号艇絡んだ加藤翔馬を回す、1号艇のウト安成冷静にさばいている、2号艇も切り込んだ小沢学ぶ、6号艇の加藤翔馬若干ターンの方が滑ります。2号艇の小沢現在3番手、外6号艇の加藤翔馬追撃であります。定段からは5号艇の佐藤明と1号艇の宇田康成、3号艇も食い込んだ、プレッシャー与えてくるっと小回り、3号艇ですが2号艇の小沢がさばいて、6号艇加藤翔馬外から追撃、完全に独走態勢、シャープな1マークはスピード角度抜群でしたが、5号艇の佐藤明、続く1号艇の宇都康成、2号艇の小沢学ぶしのいでいますが、さあくるくるっと3号艇の飯山追い上げる、6号艇の加藤翔馬回して切り込んで、3号艇の飯山がかなりの盛り返し、6号艇加藤翔馬が左右に捉えてはいますが、センターからちょっぴり覗いてくる3号艇の飯山、2号艇の小沢、少し展開の壁、思い切る3号艇をブロック、おっと振り込んでしまった、転覆のアクシデントか、3号艇の飯山。なお残念ながらお知らせいたします、3号艇の飯山康選手が転覆のアクシデント、6番1番2番助走取り、3番4番5番の進入、2つ目の準牛重です。スタートしました。これはちょっぴり早いタイミングか、2号艇山下、1号艇の中島達也が先まくり、3号艇乗っていく河合光弘、前が少々詰まった。なお残念ながらスタート問題がありましてお知らせいたします。2号艇の山下龍心選手フライング、2号艇に関する投票権はすべて返還されます。1番2番3番4番5番6番です。第3レーススタートしました。5コースからトップタイミングは5号艇の小池、じわーっと伸ばした、さあ抜け切りそうな状況です。一気に攻めていく5号艇の小池、2点ずつ、おっと水しぶき、後方ではアクシデントが発生です。なおこのスタートは前提正常なスタートでした。先頭は現在5号艇小池です。お知らせいたします。6号艇の谷本は転覆のため失格となりました。6番、1番、2番、3番、4番、5番です。スタートしました。内3艇がほぼ揃ったスタート、インコースから上あり、6号艇田中が先行する、2コースから1号艇宮野原が引いていく、外を回して2号艇上田が旋回バックスレッジへ入りました。先頭争い2艇の接戦、アウトコース6号艇の田中、インコース3分の1艇進出、先行する1号艇宮野原、3番手争い3号艇2号艇、こちらも両広がって1周リマークの旋回です。スタートは正常でした。センターからリマークをトップターンの構え、1号艇宮野原、インから積み寄って3号艇よろず、奥から待って待って刺すのは6号艇の田中、ホームセッチへ帰りました。内をついて6号艇田中、アウトコース3号艇よろず、2マーク付近ではアクシデントが発生です。
お知らせいたします。2号艇の上田は転覆のため失脚です。1番、2番、3番ダッシュが4番、6番、5番です。スタートしました。1コース1号艇鈴谷は早いスタートになりました。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。逃げる1号艇鈴谷なんですが、スタートは早かったようです。ここでお知らせをいたします。第3レースは1号艇鈴谷一平がフライング返還欠場となっています。従いまして1番に関係ある投票券すべてが返還です。お手持ちの投票券はレース確定まで大切にお持ちください。1番、2番、3番ダッシュが4番、5番、6番です。スタートしました。1コース1号艇竹村、2、3コース2号艇花本、3号艇坂本が好スタート。逃げ体勢は1号艇竹村、3号艇坂本、マクル、サス2号艇花本、マクイザスター5号艇富永、内から4号艇小林、逃げる1号艇竹村が先頭。2番手の線は間から2号艇花本がわずかに前か、外から3号艇坂本食い下がって、この内側から一定審判差4号艇小林が続く。スタートは正常です。2マーク切り返す4号艇小林、おっとアクシデント。4号艇小林、2番手は2号艇花本、3番手は3号艇坂本、上位体系は1番、2番、3番で2周目に入っています。なおこのレースは4号艇小林が1周にマーク、転覆のため失格となっています。1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。5コース5号艇鈴谷、そして2号艇佐々木、1号艇長溝コースタート。逃げる1号艇長溝、3号艇竹村、マクル切り込んでくる2号艇佐々木、後方行ったアクセント、5号艇鈴谷に落水のアクセントでしょうか、転覆か。逃げる1号艇長溝が先頭ですが、スタートは正常です。お知らせをいたします。このレースは1周1マークアクセントありました。5号艇鈴谷一平が転覆のため失格です。1番、4番、5番、2番、3番ダッシュ、6番です。スタートしました。高ダッシュを決めたのは6コースから6号艇横本、短期の位置から1枠を攻めていこうとしますが、内寄りの3艇がやや伸び返してきた。先手を取った1号艇に4号艇吉永、刺して5号艇の西川が握ります。バックへ入っていきますが、先頭は1号艇の木山、2番手の水は5号艇の西川、その内側からは6号艇横本も迫ってくる。スタートは正常でした。1周2マークは1号艇木山が先頭です。2番手の水6番、5番は内から6号艇ですが、握っていく5号艇の西川が先頭まで一気に迫ってきました。内を通る1号艇の木山に、外からググッとくるのは5号艇の西川、さあ直線の足からめ、内を通る1号艇木山こらえようとします。外から5号艇が迫ってきて西川、2周の1マーク、もう一度外をくる5号艇の西川正樹、1号艇一気に交代となって上位体系5番、1番、51の体系となっています。3番手は少し水が空いて、2号艇か山口、その後方4号艇6号艇です。お知らせいたします。3号艇磯村匠は2周の1マークで残念ながら失格、3号艇の磯村が失格となっています。1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番スタートしました。3コース、3号艇坂口が攻めていった1マークの攻防、絞っていくかどうか、ただいまのスタート判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。なおお知らせいたします。3号艇坂口昭義はフライング返還決勝、3号艇に関係のある投票権すべて返還です。お手持ちの投票権大切にお持ちください。1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。 2,3 コースが好タイミング、2号艇太田、3コースからは3号艇武田がここは伸ばして一気に仕掛けていくが、2号艇がここはブロック、それでも行く3号艇武田、空いた懐5号艇4号艇後方アクシデントか、先頭争いですが4号艇5号艇の争い、3番手は6号艇中岡、そして外から2号艇後方アクシデントとなっています。なおスタートは正常となっています。確定1周2マークからホームへと移っていきます。先頭は4号艇内田、2番手は5号艇6号艇接戦となっています。なお後方アクシデントとなっています。確定2周目へと入ります。なおお知らせいたします。3号艇武田義行妨害失格、1号艇永瀬匠転覆失格となっています。
1234ダッシュが56です。3レースのスタートが切られました。スロー勢が優勢のタイミングです。まずは1マーク、2号艇樋口が若干覗いたところから仕掛けて4番上田に展開向いてのまくり差し、差し込もうという3番桑原もここはどうか。突破争いは中枠の2人です。スタートは前提正常でした。さあこれを追っていきましては、差し構えからという6号艇武田が3番手です。突破争いは3号艇桑原のペース、4番の上田は刺そうとします。機敏な刺しを見せたいここ4号艇上田ですが入るかどうか。直線コースは4番上田が入って覗いてすぐ外に3番の桑原、そしてそのまま6番の武田が追っています。2周1マーク、突破争いは4号艇上田が今度は内を取って3番の桑原は差し込もうとしましたがここで突き放されています。先頭は4号艇上田、そして1マーク付近ではアクシデントが発生しています。上位の体勢は4番、3番、6番の順となっています。上位勢が今ホーム側へと折り返してきています。体勢は4番、3番、6番で最終周回に入っていきます。なお5番と1番は失格、5番と1番は失格となっています。玉川最終日の水面上、続いてのメンバーがピットアウトしました。なおこのレース2号艇で出場を予定しておりました出村拓也は全レース負傷のため欠場となっています。123ダッシュが456です。12レース優勝戦のスタートですが、ちょっと早いスタートがあったかもしれません。ただいまスタートは判定中です。お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。ただいまスタートは判定中ですが、ここでお知らせです。ただいまのスタート、5番佐藤と6番三浦はいずれもフライング変換欠場です。5番と6番に関係する投票券は返還ですので大切にお持ちになっていてください。1番、2番、3番、4番、5番、6番の進入です。スタートしました。2号艇奥田、5号艇、おっと5号艇の二宮、これはちょっぴり早すぎるか。1号艇ブロック吉田雄平、3号艇の大久保慎一郎のまくり出し、2号艇クロット抵抗の奥田誠バックへ入った。なお残念ながらお知らせいたします、5号艇の二宮弘樹選手、残念ながらスリットオーバーフライング、5に関する投票権すべて返還されます。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました3号艇の、わーっとこれはちょっぴり3号艇早すぎる状態、鈴木幸男を3号艇まくってくる展開も4号艇、5号艇、そして6号艇、宇宙切り込む6号艇佐藤明バックへ入った。なお残念ながらお知らせいたします、スタートには問題があり3号艇の山田明宏選手はフライング、3に関する投票権はすべて返還されます。6号艇 V は入った6号艇佐藤明が突き抜ける、山田の1号艇小回りで鈴木幸男を粘って外から4号艇武藤直司、インコースは5号艇の関口でありますが4号艇の武藤は前の1号艇の鈴木にも競り込んでくる勢い、5号艇関口も左打ち入る、鈴木幸男変化を加えるがここ思い切る、4号艇が握ったことを見て1号艇の鈴木も果敢に行って2番手1号艇の鈴木幸男が優勢で6番1番が上位を形成、3番手は5号艇の関口、後方2番4番と村上に武藤が続いています。先頭独走体制6号艇の佐藤明で1号艇の鈴木幸男、3番手5号艇脇を小さくるとおっと後方5、残念ながら4号艇の武藤どうやら転覆の模様です。4号艇の武藤直志選手振り込んで転覆のアクシデント、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。おーっとのコース、ちょっとこれは早かった。現在スタート判定中です。お知らせいたします、
6号艇6綱高輝はフライング変換欠場、6号艇6綱がフライングです。お知らせいたします。5号艇の長尾京志郎、1周1番枠におきまして失格。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ダッシュ勢が好スタートを切りました。1、2コースだいぶ遅れた。さあ4コースから4番田中抵抗する。3番島ちょっともつれた、かなりもつれた。1幕内を捉えてきた5番の伊藤、先幕にの展開4番田中ですが、5番の伊藤が指してきた。トップラスイはこの2人、スタートは前提正常でした。1幕ややもつれまして一点アクシデントが出ています。さあ先頭争いは4番の田中がここは直線振り切る。2マークトップで抜け出す。内をついて5番の伊藤でホームストレッチ側に移りました。3番手争いはここはホームストレッチではわずかに6番の高橋です。レースは2周目に移りました。上位3艇は4番5番6番2周1マークの旋回ですが、ここはアクシデントが出ています。3番の島が止まった状態になってバックストレッチ側へと確定が移っています。上位3艇4番5番6番と変わりません。なお3番の島は1周1幕エンストのため失格です。3番の島1周1幕エンスト失格となりました。1番2番3番4番5番6番の体型スタートいたしました。スリット通過後若干3コースから3号艇のぞく感じで、さあ絞ってまくっていこうかという体勢でありますが、2号艇がこれに応戦するか、さらには4号艇、さらに6号艇が外前に来まして、左右地の方から今度は5号艇も切り込む体勢でありますが、6号艇がおっとここで落水を期しております。さあここは展開をつけました。4号艇その後は2番手争いでありますが、3号艇5号艇の追走後方1番2番、ここで6号艇の松田でありますがスタート正常、落水のため失格となっています。